今日からより実戦的な練習にシフトし、レギュラー争いがますますヒートアップする中、右の大砲候補リチャード選手が半袖姿で登場。実は昨日チーム練習の際、サイン通りに打てずに藤本監督に怒られたリチャード選手。気持ちを切り替えるために急遽居残り練習に参加し、一心不乱にボールを追いかけました。そして一夜明けた今日のシート打撃、各守備位置に選手がつき、実戦に近い形で行われる練習で何とかアピールしたいリチャード選手。まずは一塁での守備で柳田キャプテンの当たりを落ち着いて処理、居残り特訓の成果を発揮します。続いてバットでは2度目の打席でいい当たりを見せますが、ルーキーの好守備に阻まれてしまい、今日はノーヒットに終わりました。一方、アピールに成功したのはこちらも右の大砲候補、新戦力のホーキンス選手。大関投手のストレートを完璧に捉え、実戦練習ではチーム初となるホームラン。3打数2安打1ホーマーと大暴れでした。Feel good. Get it out the way. Right now it's all about getting your timing and getting ready for the season. That's when it really matters. さらに同じく新戦力で力を見せたのが、通算出塁率4割を超える近藤選手。この日2打数2安打、フォアボール1つと触れ込み通りの出塁率の高さを披露しました。シート後の練習では、尊敬する長谷川打撃コーチに実演を交えて教えてもらっていました。高めの打ち方を少し相談、昨日しまして、で今日教えていただいて、体の状態を2月1日から試合にできるようにとは思って、こうキャンプにファイターズの時からも入ってましたし、そこまでこう早いとかはあんま気になってはないかなと思います。一方、今年もキャプテンを務める柳田選手はタイムリーヒットを放ちますが、タッチアウト。それでもスタンドを大いに沸かせました。ピッチャーでは先発転向を目指す藤井投手が登板、なんと161キロを計測。球場もざわつきましたが、これは装置の誤作動で、この日の最速は151キロ。打者10人に対し4つの三振を奪いました。今日はブルペンも含め100球を投げ込んだという藤井投手、先発転向へ着々と準備を進めています。緩急って意味でも、はい、一つカーブがあるとすごいピッチングが楽になるかなと思うので、カーブを数多く投げたいと思って、はい、投げました。しっかり一球一球の精度っていうのを、しっかり詰めていって、いい結果、そして内容で、アピールしていきたいなと思います。